カタールワールドカップ以降、一気に全世界の評価を上げている森保はじめ監督率いる日本代表。そんな日本代表をロシアワールドカップの直前まで務めていたバイット・ハリルホジッチ氏は、最近の日本代表について様々な称賛の言葉を送っています。そこで今回は、元日本代表監督のハリルホジッチ氏が語った日本代表への本音について紹介していきます。大躍進したカタールワールドカップでの日本代表を称賛したハリルホジッチ。現役時代はユーゴスラビア代表のフォワードとして活躍し、現役引退後は複数のクラブチーム、さらに代表チームではコートジボワール代表やアルジェリア代表を率いていたハリルホジッチ氏。そして2015年3月からはハビエル・アギーレ監督が退任した日本代表の監督に就任し、ロシアワールドカップを目指して戦っていましたが、本大会直前に日本サッカー協会とのトラブルなどもあり、2018年4月9日に解任されていました。その後はモロッコ代表監督に就任したものの、カタールワールドカップの直前に主力選手とのトラブルを起こしてしまい、ハリルホジッチ氏は2大会連続で本大会前に代表監督を解任される珍しい経験をしていたのです。このようにトラブルメーカーでもあるハリルホジッチ氏ですが、そばから見ることになったカタールワールドカップで、自らが率いていた日本代表がグループステージでドイツ、スペインを破り、決勝トーナメント進出を果たした際には日本代表の進化について語っていました。ハリルホジッチ氏はクロアチアのメディアからのインタビューに応じた際に、日本はとても組織的で良いチームだ。試合で彼らのパターンを見ると素晴らしいことがわかる。これは幾何学的なものであり、規律ある方法で動きのラインを守り、人とスペースをカバーすることにとても厳格さを見せる。多くのチームにはそのような守備の規律はない。そして彼らは反撃の瞬間を待ち、反撃に出れば縦に走り、全速力で相手にダメージを与えると、日本代表が見せた組織的な試合運びを絶賛。その上でハリルホジッチ氏は、ドイツ、スペインはそれを肌で感じ、日本人は一瞬で深いところに入り、 3,4 人の選手で素早いカウンターを終わらせた。誰もが行えることではない。というように、ドイツ、スペイン両国に日本代表が勝利できた要因を解説していました。またハリルホジッチ氏は、日本代表が決勝トーナメント1回戦で惜しくも PK 戦の末敗れてしまったものの、勇敢な戦いを見せたクロアチア戦について、メディアの取材を受けた際に語っていました。まずハリルホジッチ氏は、日本がクロアチア戦に多くの問題を引き起こすことは分かっていた。なぜなら彼らは毎試合とても綿密に準備し、フィールド上で完全な規律を持ってプレーするからだと、日本代表が規律正しいプレーを見せてクロアチアを苦しめたというように語ると、日本はフィジカル面では非常に準備が整っており、トランジション、カウンター、セミカウンターに強い。だからこそ私はためらうことなく、彼らが世界の準優勝チームと完全に対等な試合をしたと言えるのだと、善戦した日本代表のことを称えたのです。さらにハリルホジッチ氏は、クロアチアはスピードのある日本の守備陣に対処する方法を単純に知らなかった。前田大然も優れていた。だから現実的に言えば、勝利に値したのは日本だったというように、試合には敗れたものの、実際に試合全体でペースを握っていたのは日本代表だったと考えているようでした。ドイツ代表に干渉した日本代表に賛辞を送ったハリルホジッチ。こうしてカタールワールドカップでの日本代表が見せた快進撃について、ハリルホジッチ氏は様々な称賛の言葉を送っていたわけですが、その後も森保監督のもと素晴らしい戦いを見せている日本代表に対して賛辞を送っています。特にハリルホジッチ氏が日本代表の戦いを見て賛辞を送ったのが、9月に完全アウェーの地で行われた親善試合のドイツ戦でした。この試合はドイツにとってワールドカップで敗れたリベンジを果たす場になるはずでしたが、当時よりもさらに力をつけていた日本代表は、前半に伊東純也選手、上田綺世選手、
後半に浅野拓磨選手、田中碧選手がゴールを決め、なんと4対1という大差で勝利。ワールドカップの時には内容面が完全には伴っていませんでしたが、この親善試合では内容面でもドイツを圧倒し、世界中から日本代表のプレーに称賛の言葉が集まっていました。その中でハリルホジッチ氏は日本代表がドイツ戦で見せたプレーについて、クロアチアメディアのインタビューに応じた際に、この試合に関しては日本代表がドイツに勝利する可能性は十分にあった。なぜならカタールワールドカップ以降、森保監督は毎試合とても綿密に戦略を練り上げては試行錯誤を繰り返し、選手もそれぞれで武器を磨いてきていたからだ。それがピッチ上でも自信となって完全な規律を持ってプレーしていたと、ワールドカップ以降も続投することになった森保監督の采配を高く評価し、チーム全体に浸透してきていることを指摘します。さらにハリルホジッチ氏はドイツ代表のプレーについて、理由はわからないが、ドイツの一部の選手には集中力が欠けていたように見えた。この試合のドイツは技術的なミスが多く、ボールを失い前に進められなかった。その積み重ねが選手同士の衝突を起こしていたし、チーム全体のパフォーマンスの低下を深刻なものにした。当然のことながら主導権を握った日本とは対照的だった。ドイツからはとにかくモチベーションの低下が感じられた。それが選手それぞれのパフォーマンスに大きな違いが感じられたと語っていました。またハリルホジッチさんは日本代表として出場していた選手たち個々のパフォーマンスにも触れていて、この試合では冨安と板倉が安定した守備を見せていた。だからアタッカーは安心して攻撃に集中できたのだと思う。前回のドイツ戦では見られなかった光景だと、ドイツ戦でセンターバックを務めた冨安健洋選手と板倉滉選手のプレーを高く評価しました。そしてハリルホジッチさんは最後に、今思えばだが、日本がカタールワールドカップでクロアチアに敗北したことが大きなターニングポイントになった。あの苦い敗戦から奮起し、選手それぞれが個人の武器を磨いた。森保監督をはじめフロントもそうだ。彼らも武器を磨いた。だからペルーにも素晴らしい内容で勝利することができたのだし、今回の勝利にもつながった。次のワールドカップではこのまま順調に仕上げることができればベスト8に進出できるだろうというように、今後も日本代表が順調な強化を進めることができれば次のワールドカップでは目標であるベスト8に進出できるのではないかと期待してくれていたのです。なぜハリルホジッチは日本代表の監督を解任されてしまったのか。このように最近の日本代表について非常にポジティブなコメントを残してくれているハリルホジッチ氏。そんなハリルホジッチ氏ですが、なぜロシアワールドカップの直前に日本代表の監督を解任されることになってしまったのか振り返っていきたいと思います。2018年4月9日、ロシアワールドカップが直前に迫った段階で、日本サッカー協会の田島幸三会長は緊急会見を開き、ハリルホジッチ氏の解任を発表し、後任には西野朗氏を据えると発表したのでした。田島会長はこの会見でハリルホジッチ氏を解任した理由について聞かれると、選手とのコミュニケーションや信頼関係が多少薄れてきたこと、そして今までの様々なことを総合的に評価してこの結論に達したと、多くを語ることはありませんでした。するとハリルホジッチ氏は解任が発表された後の4月27日に東京千代田区の日本記者クラブにて解任に関する反論会見を開いたのです。この会見の中でまずハリルホジッチ氏は、3年前から私は誰とも特に選手とは何の問題もなかった。この3年間国内組であろうと海外組であろうと常に選手たちと連絡を取り合っていた。海外組の選手と何度電話で話したことか。国内組も同じだ。連絡を取り合うことをコンスタントに行ってきたというように、日本代表の選手たちと問題がなかったことを強調します。また田島会長が、選手とのコミュニケーションや信頼関係の部分が多少薄れてきたと語っていたことに対しては、コミュニケーションというのは意味があまりにも広すぎる。
相手が誰なのかを詳しく教えてほしい。私の知らないところで知らない話が行われている気がする。というように真っ向からいを唱えていました。さらにハリルホジッチ氏は2022年に日本代表監督を解任された当時を振り返った時に、日本では選手を押し付けるスポンサーの件があった。何人かは負傷し、何人かはプレーしていなかったから、私は若手を連れて行きたいと思っていた。しかし、そのようにはならなかった。彼らが私を解任した時、彼らは私のコミュニケーションに関して私を非難してきた。私のコミュニケーションとは何だ？これは口実だった。と、スポンサーから選手起用を強要されていたことを明かしていました。その一方で、ハリルホジッチ氏の後任として、当時 JFA の技術委員長だった立場から監督に就任した西野氏は、ハリルホジッチ氏解任の裏側について、城彰二氏の YouTube に出演した際、赤裸々に語ったのです。西野氏は動画の中で、それまで2年半くらいだったのかな、ハリルさんはやってきて、いい準備をしてきて、予選を勝ち抜いてきたけれども、ハリルさんも自分の指導哲学があるじゃないですか。それをワールドカップイヤーになったら、ものすごく打ち出してきた。成功体験もあるから、ものすごく選手に高圧的というか、こうやらないとワールドカップは戦えないとか、勝ちきれないとかっていう、チームに対しても個々に対してもものすごく要求が強くなった。さらに強くなったこともあって。というように、ハリルホジッチ氏がかなりこだわりの強い監督であったことを明かしてます。その上で西野氏は、自分は横にいて、日本人ってもっとできることたくさんありますからとか、この選手はもっと柔軟にいろんなプレーを引き出せますっていうことを言っても、それは自分の哲学ではないんだよね。それをやったら自分じゃなくなるだろうっていう。だからハリルさんもものすごく葛藤したと思うんだけど、ワールドカップイヤーになったら俄然加速する監督像があって、それに選手たちが少し追いつけなかったっていう、と語り、あまりにも自分の色をハリルホジッチ氏が出しすぎた結果が解任という結果につながってしまったのではないかと語っていました。こうした問題により日本代表監督を解任されてしまったハリルホジッチ氏ですが、もし解任されることなくロシアワールドカップを戦っていたら、どんな結果になっていたのかは気になるところでもありますよね。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。